半年間に及んだ映画の撮影が終わりました。撮影の間は気の休まる日は一日もありませんでした。空気が좋네요예그바람소리도가재의어떠너무좋고도대모이겠네풍경소리도좋고마음을편안히가라앉혀주는것같아요ヨンエさんは両親と2人の兄の5人家族です。ヨンエさんは両親と一緒にソウルで暮らしています。最近はドラマや映画の仕事が忙しく、家族でゆっくり旅行する時間を持てませんでした。ヨンエさんは久々にお母さんと一泊二日の旅に出ました。今回お母さんとの旅っていつ以来になるんですか。최근에언제와봤지엄마나하고여기나하고절에이렇게다니게어엄마나오고있는아들이오랜만에몇년됐나몇년된건가몇년됐어왜자주나오는데 떨어지면용해산과古い寺を訪ねました。고기는안사나고기있어요 제가고기어머제가봐봐제가봐봐예안녕하세요안녕하세요예미안해기념기념으로고기밥좀주세요아예저희어머님이세요그냥통째로먹어요통째로요엄마와같이뿌려야지그래야그래엄마이렇게같이뿌려야지고기같이그래서ヨンエさんはテンプルステイをするためにこの寺に来ました。テンプルステイは寺に寝泊まりして僧侶と同じ生活を体験するものです。座禅を組んだり説法を聞いたりして自分を見つめる時間を過ごします。ヨンエさんは以前から一度テンプルステイをしたいと思っていました。都会の喧騒を離れた静かな場所でゆっくり心を休めたかったからです。緑茶はお好きですか。ええ、好きです。和尚さんが寺で作ったというお手製のお茶でヨンエさんを迎えてくれました。ヨンエさんは今回どんな目的でわざわざここまで出かけてこられたのですか。それが何も考えずに来ました。心を空っぽにしたかったのです。それは簡単なようでいて普段なかなかできないことだからです。今回はただ誰にも気兼ねすることなしに
この山の自然の中で風や水を感じながらゆっくり休みたいと思ってきました。芸能界というところはいろいろと噂話が多くてストレスを感じます。芸能界の噂大変そうですね。そうなんですよ。ヨンヘさんも噂に上ったことがありましたか？ないとは言えないですね。芸能界はちょっと特別ですからね。いずれにしても他人の口に自分の話題が上ること自体嫌ですね。イライラさせられます。批判されて嫌な思いをしたら、そんな時は自分をコントロールするのがいいのですよ。仏教の世界では自分を見つめるために瞑想が必要だそうですが、芸能界でも同じことが言えると私は思います。芸能界ではいつも自分から魂を切り離し、自分自身を一歩引いて見ていることが必要です。一度噂が流れると本当かそうでないかにかかわらず、世間はそれに釣られてしまいます。時にはおだてられ、気がついてみると自分が風船のように舞い上がっているのです。そんな時に針で刺されたらパンと割れて落ちてしまいます。芸能界はそういうところです。ヨンエさんは韓国の芸能界でマスコミの取材をめったに受けない女優として知られています。19歳でデビューし、酸素のような女で人気者になって以来、ヨンエさんはずっとマスコミから追い回されてきました。プライベートも含めてあることないことを記事に書かれ、その都度傷ついてきました。ヨンエさんは少しずつマスコミから距離を置くようになり、心を閉ざしていったのです。この世初めて仕事以外のことを聞いてみました。私は小学校の時何度も転校しています。小学校1年から6年までで 4,5 回でしょうか。ですからじっくりお友達を作ることができませんでした。そのせいで性格がいくらか変わったように思います。私は一人でいるのが好きでした。中学生の頃は空を見上げるのが好きで、よく窓から外を眺めたりしていました。窓から外を見ていますと友達がそばに来て聞くのです。あなた悩みでもあるのって。本当に考え事をするのが好きです。大学でドイツ文学を専攻したのは哲学のように深く考えていく世界が自分に合っていたからです。このお寺でも考えてばかりいます。そんなことつまらないという人もいますが、人間それぞれ違うものですよね。そうですね。例えばショッピングに行って服を選ぶとき、どれを買うかすぐに決められる人もいます。私の場合はあれこれ試した挙句、他の店にはもっといいものがあるかもしれないと思って何も決められなくなるようなこともあります。
翌朝、和尚さんの説法が行われました。喜怒哀楽、ご存知の通り人間の感じる4つの感情があります。まず一つ目の喜、イ・ヨンエとしてではなく一人の人間としてこの地球上で最も朗らかに笑っていませんか。今ここでちょっとやってみてください。カメラの前ですからちょっとやめとく。はい、お願いします。私意外に恥ずかしがり屋なんです。今この瞬間自分がどんな感情を抱いているか考えてください。その感情の中に何があるのか、それを知ることが大切です。その恥ずかしいという感情の中に自分の何かが隠されています。イ・ヨンエとは切り離して心から本当に素晴らしく笑ってみせることです。心を無にして思いっきり笑ってください。すると胸がスカッとしてきます。実は私、内気なところがあるんです。昔からの友達はどうして内気なあなたが女優になんかなったのと驚くんです。カメラの前では思い切り笑ったり泣いたりしますが、友達の前ではあまりしないので、猫かぶってるのなんて言われます。演技で悲しくていっぱい泣いた後は爽快さを感じます。笑う時も同じです。ですから和尚様の話は十分に理解できます。和尚さんは周りから批判された時にどう自分の気持ちをコントロールしたらいいかを教え始めました。ヨンエさんが今まで一番腹が立った出来事は何ですか？一番つらかったのは、私とは縁もゆかりもない噂。具体的にはどんなこと？イ・ヨンエが整形したらしいということ。じゃあ紙に書いてみてください。イ・ヨンエが整形をした。そしてこれを聞いた時の感情をどう感じたかを紙に書いてみてください。ここでね、そこでどういう反応をしたのですか？心の中でイライラさせられて、また話にならないと思ったわけですね。ではその次は笑いましたですか？その笑いの中に何が隠されているのですか？軽蔑？え、そうです。では一つ数式を紹介しましょう。いいですか？5-3は、そう、2。5は5回、3は3回、2は理解。これはとても簡単な式です。5回を3回繰り返すと理解にたどり着けるということなんです。
では今度は相手の立場で考えてください。相手はなぜイ・ヨンヘは整形をしたと言ったのだろうか。嫉妬。そうだったんだ。イ・ヨンヘがあまりにも綺麗だからだ。私があまりにも綺麗だから嫉妬したんだろうね。いつもだろうねを言葉尻につけて考えて、この他にどんな要素があったんだろうか。多分イオンへと似た人に会ったのだろうねとか、似たような人が整形をしたのをたまたま見ただけのことだろうねと、そういうこともあり得ることですね。他にはどんなものがあるでしょうか。他人から勘違いしたことを聞いたのに過ぎないだろうねと、関係ない人が流した噂話を本当の話だと思って聞いてしまったのだろうねということですね。今回相手を軽蔑するだけで済みましたが、もっとひどい内容だったらどうなったでしょうか。泣いたり怒ったり、もっと嫌な気持ちになったかもしれないですね。それにもかかわらずこの程度で済んでよかったのだろうね、ありがたい、そう思いませんか。ヨンヘさんはこのプロセスを通してみて何か変わりましたか。心が広くなりました。それもありえますね。その人がああいうことを言ってくれたおかげで自分の心を広くする機会が与えられたのだ。感謝。憎むことのわだかまりをほぐしてやることはゴミ処理の作業とも言えますから、このことをしっかり覚えておいてください。いいですね。はい、わかりました。一泊二日のテンプルステイが終わりました。このお寺での出来事は全てが印象深かったです。和尚さんが何でも難しく考えすぎる私のためにこんな話をしてくれました。庭にある蓮の大きな葉には雨が降った時に水がいっぱい溜まるそうです。雨水の重さで蓮の茎が折れてしまうのではないかと和尚さんは心配して見ていたそうです。すると蓮の葉は自然に傾き、余分な水を落とし、また元の姿に戻ったそうです。人間も自分の持つ器のほどを知り、満たしては開けることができたらどんなに良いかと思いました。私もこれからそんな生き方をしていきたいなと思います。ヨンヘさんはこれまでマスコミの批判から身を守るために自分から殻に閉じこもってきました。しかし少し考え方を変えることで自分が楽になれるかもしれないと気づきました。ヨンヘさんが全身全霊をかけて取り組んだ映画、親切なクムジャさんがついに完成しました。会場には韓国の有名俳優たちも駆けつけました。
되게오래자린데불쌍하게도소년은지금미치기일보직전이다ヨンヘさんは天使の顔と悪魔の顔を持つ主人公クムジャの複雑な内面を表現していきます。금자야눈화장이그게뭐야나도눈물이나겠군그렇게느껴졌어요映画は全国各地で上映され公開2週間で観客は300万人を突破この夏韓国で一番の大ヒットとなりました私はこの映画の撮影が始まる前から興行的に成功しても失敗しても関係ないと思っていました。私が最善を尽くせたら
後悔するような作品にはならないと思ったからです。幸いにも興行成績、評論家、そして観客の方々にいい評価をいただいたので喜んでいます。女優として多様な姿を表現するのは大変でしたが、大変だったからこそ一つ一つがしっかり私の中に残っています。一番大きい収穫は、イオエにあんな面があったのとたくさんの方々にびっくりされたということ。まだ 100% ではないと思いますが、少しでも多くの方に今までとは違う私の姿を見ていただいて、イオンへの新しい面を発見していただけたら大変嬉しいです。ヨンヘさんは女優として大きな壁を乗り越えました。チャングムからクムジャ、そしてまた新たな役へ。女優として成長していくための挑戦の日々はこれからも続きます。